皆さん、こんにちは。初心者、シニア、ゆっくりシリーズのパート4の補助動画を、お送りします。ちょっとですね、パート4の、自分で自分の動画を視聴していましたら、ブックから新ブック、新しいブックに作成するときの作成するとき、途中までは画像が入ってるんですけど、途中、ブック1の方から名前をつけて保存になるところが、画像が入ってなくて、音声だけになっていましたので、急遽補助動画を作成しました。ブックから新ブック作成の補助動画。では、早速、補助として、ご紹介したいと思います。はい。令和5年度の出納帳のブックから、現金出納帳基本のシートを新しいブックとして作成する、独立させる、いわゆる移動するというか、新しいブックとして作成する時の途中までは画像は出てたんですけど、途中から画像が出てなかったので、その補助としてご案内いたします。ちょっとかぶる部分もあるかもしれませんが、ご了承くださいませ。はい、そうしましたら、まず、ここの上の部分、これがですね、出納帳のデータの方のシート見出しの方です。シート見出し。ここから、出納帳、現金出納帳基本形のシート見出し。このシートの上で右クリックをします。突然なんですが、途中まで見ていらっしゃった方はお分かりになっていただけると思いますが、現金出納帳基本形のシートを作りました。で、ここのシートの上で右クリック。中指ですね。マウスの中指、右クリックをします。そうしますと、この下の方に、この下の方が拡大したものです。右クリックをしますと、このようにショートカットメニューが表示されます。ショートカットメニューの中の、これ、ショートカットメニューが表示されます。移動またはコピー。ここをですね、移動またはコピーをクリックします。そうしますと、このような、また、画面が表示されます。そうしましたら、下向き矢印、ここをですね、この下向き矢印をクリックします。そうしますと、この下の方にずらずらずらっと、もし Excel が立ち上がっていれば、他の Excel も立ち上がっていれば、ここに出てきますが、その中の新しいブック、リストの中から新しいブックを選択してクリックします。新しいブック。ここは新しいブックにします。そして、このコピーを作成する。出納データの方にも基本形を残しておきたいので、コピーを作成します。ここにチェックを入れなければ、出納データの方のこの基本形のシート、現金出納帳基本形はここの部分ですね。この部分はなくなります。でも、これを出納データの方にもまだ残しておきたいので、コピーを作成する。ここのチェックボックスをクリックします。そして、チェックボックスをクリックして、チェックボックスを入れましたら、OK ボタンをクリックします。ここまでは、本編のパート4の本編でも、ここまではご案内してました。ここまではご案内できていたと思います。で、OK をしますと、このように、新しいブック、独立して新しいブックができます。で、タイトルバーには、ブック1と出ます。ブック1という、新しいブックが作成されます。それで、このブック1にですね、このブック1、タイトルバーを見るとブック1となってますね。ブック1という新しいブックが作成されます。独立した形になります。新しくブックを独立した形になります。でも、このブック1に名前を付けたいので、名前を付けて保存をします。ここからが本編の方では、声だけで画像が映っていないので、共有してなかったみたいで、映ってないので、ここから一緒に画像をちょっと見てやっていきたいと思います。こっちにブック1を名前を付けます。そうしましたら、ここですね。F12。覚えてますでしょうか？名前をつけて保存のダイアログボックスを出すのにショートカットキーがありました。F12 のファンクションの F12 のキーをポンと叩きますと、名前をつけて保存のダイアログボックスが出てきます。そうしましたら、ここの保存先はデスクトップにします。ここをクリックします。そして次にファイル名。ここはクリックしますと、ブック1、青色に反転しますので、青色に反転しましたら、そのまま、かな入力モードにして、画面の右下のところのモードをあにしまして、かな入力モードにしまして、ファイル名を入力します。令和5年度、中店、現金出納帳、スペース完成とでもしておきましょうか。で、これを入れます。そして、入れますね。そして、最後に、名前をつけて保存のダイアログボックスの右下の方の保存ボタンをクリックします。をクリックします。この手順です。ここまで大丈夫でしょうか？で、名前をつけて保存をしますと、このように新しい、Excel が、ブックができます。で、タイトルバーもブック1から、令和5年度中店現金出納帳完成というものになっています。こういうふうに新しいブックが作成できます。で、ここで、パート4はここで終わりでした。なので、名前をつけて保存をします。キーボードでの場合は、コントロールキーを押しながら、ここにあります S のキー。これで上書き保存ができます。マウスの方は、クイックアクセスツールバーのここの、上書き保存のボタン、フロッピーディスクみたいな上書き保存のボタンをクリックします。これで上書き保存ができます。ここまでの流れがちょっと音声だけになってまして、画像が出てなかったので補助動画として出させていただきました。ご視聴ありがとうございました。私自身でパート4を視聴していて、新しいブック作成の後、新しいブックに名前をつけて保存する時の画像が入っていないことに気づきまして、慌ててこの補助動画を作成いたしました。大変に申し訳ありませんでした。お手数をおかけいたしますが、こちらもパート4の本編と合わせてご視聴いただけると幸いです。では、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。